RB カロリーヌ大平アナゴさんふざけんなと全員ふざけんなっつって、メッシャツ野郎さんも全員ふざけんなっつって、ありとあらゆる赤がどうなってんだ、どうなってんだこれっつって見ていきましょう。決勝リーグ、そうそうそう、勝ったらやっぱ俺うまかったなととんでもねえな、やっぱ赤いとやっぱいいなっつって、まあ、押してるのは YSB だが大昇龍打ってくよ、ミサ打ってきますね今日、ミサ打ってきますね、やはり あそこで今のとこ PA クイックされてたら多分か怪しかったですね、中足とかかくんじゃないですかね、近すぎだろっていう、あれちょっと今のヘボリューさん思い出しましたね、危ないですね、かかってきなっつって、はい、やっつって辛くさくなって、はい、そうですねやっぱヘボリューさんクラスになると弱勝利当てて前ダッシュ目の前でかかってきなで起き上がり攪拌もらうっていうそれはかかりますね、伝説 のクイーペですかね、しかもやったのがそうだよ、俺実況解説やっててまさかのヘボリューさんのヘボリュームーブがヘボリュームーブですね。さあ1ラウンド目は YSB、 あでもなんかなんだかんだ言ってあでも地上難しいな今、もうちょっと待たないといけないですね、難しい、出しとけ、でも弟子健さんも言ってましたけどこのカードマジ時間切れ使うぐらいのレベルだっつってましたからね、確かにやることが本当に地上戦相性いいわとかあんまりないんで、まあ、溜めて逃げて陣雷差し返しでみたいな、空中竜巻とか、はい、がまあセオリーはセオリーですね、んねえ、そうなんだよね、あーこれね、凄まじいボディプレスで勝ったのは YSB、 なんか負け残り三沢マイケル、三沢選手が YSB さんに勝ってるのあんま見たことないんですけどね、やる前からやりたくねって言ってました。